昭和時代からある有名なジュースが衰退した理由を知っていますか？ごくごくごく。くはぁ、おい、霊夢。何飲んでるんだ？ CC レモンよ。実はその CC レモン、昭和時代からあって歴史が長いんだぞ。そうなの、知らなかったわ。でもな、現在は人気が低迷してるんだぜ。え、なんでそんなことに？実は昭和時代に人気だったのに、今は人気が低迷してしまったジュースがたくさんあるんだ。へぇ、興味深いわね。でも、どんなジュースがあったのかしら。よし、今日はそんな現代の若者が唖然とした、昭和のジュース10選を紹介していくぜ。特に最後は超有名ものが出てくるから楽しみにしてほしいわ。というわけで、ゆっくりしていってね。まず一つ目に紹介するのは、メロンソーダだ。メロンソーダはいいわよね。あのシュワッとした感じにどこか懐かしい感じもするし。そうだな。メロンソーダは1970年代にはすでに一般的な存在となっていたんだ。特に当時から喫茶店では人気があったぜ。今でもレトロな喫茶店に行くと必ず置いてあるわよね。ああ。1970年代のメロンソーダは、当時の人たちが高級感を味わうための飲み物だったんだぜ。どうしてなの？当時、メロンが高級品であったため、メロンソーダは人々が高級感を味わう手段として人気を集めたんだ。また、高度経済成長期以前、冷蔵庫がなかった時代、冷たい飲み物は高級品とされていたからなんだぜ。そんな理由があったのね。でもメロンソーダってあまり見かけなくなったわよね。ドリンクバーでしか見なくなったわ。そうだな。その理由の一つに、使用される着色料の関係があるんだ。着色料？ああ。かつては色素に耐久性のある、タール系合成着色料が使われていたんだが、健康上の問題が指摘されて使用が中止されたんだ。その後、天然着色料が使われるようになったが、変色しやすいという欠点があって、市場に出回りづらくなっているってわけだ。タールってあのニコチンみたいな。それはタバコの方だ。ああ、そっか。じゃあドリンクバーに多いのはその理由かしら。そうなんだ。保存期間中に変色しやすかったり、在庫管理が難しくて新鮮な状態で提供するコストもかかるんだ。だから業務用として出荷される、ドリンクバーに使われることが多いんだな。なるほどね。ドリンクバーならコストも減るものね。そういえば、昔メロンソーダには、発がん性物質が入ってるなんて噂が出回ったわよね。確かにそんなこともあったな。でもこれはネットで広まった噂に過ぎない。まあ都市伝説みたいなもんだ。誰がそんな嘘を流したのよ。腹を立てる気持ちもわかるが、落ち着け霊夢。ただ飲みすぎは良くないな。それもそうね。でもドリンクバーだけじゃなくて普通に販売してほしいわ。そうだな。だから各メーカーは限定販売やネット通販に力を入れていて、ペットボトルや缶入りのメロンソーダが販売されているんだ。それはいいわね。今度箱買いしようかしら。飲みすぎには気をつけるんだぞ。二つ目に紹介するのは、スコールだ。スコールは、1971年に南日本酪農協同が開発した日本初の乳製炭酸飲料だぞ。霊夢はスコールって知ってるか？もちろんよ。まさにスコールは昭和の象徴って感じよね。懐かしいっていう人も多いんじゃないかしら。そうだな。スコールは初代社長の木下俊夫氏が、たまたま牛乳とサイダーが混ざったものを見てひらめいたんだぜ。牛乳とサイダーって全く合いそうにないけどスコールはうまいんだよね。だな、昭和時代は西日本や九州地方では、戦闘の後の飲み物として、風呂上がりにはスコールってイメージが広まってたんだ。牛乳じゃなくてスコールで乾杯ね。でもなんで人気が落ちていってしまったのかしら。それにはいくつか理由があるんだ。まず知名度の地域差が大きい。スコールは西日本では高い知名度を持っているが、関東以北では知名度が低いままなんだな。関東以北での販売比率は 8% に過ぎないんだぜ。それじゃ関東の人はほとんど知らないわけね。そうなんだ。だから今では、全国展開もしていて、関東以北での取り扱いを増やすためコンビニやスーパーでの販売拡大に力を入れているんだぜ。それなら、関東でも見かける機会が増えそうね。そうだな。あとはフレーバーを多様化して、季節限定や地域限定のフレーバーを多数展開しているな。例えば、スコールブルーソーダや、スコールマンゴーなどが人気を集めているんだ。確かに見たことあるわね。昭和時代の懐かしい味わいつつ、新しいフレーバーも楽しめるってわけだな。そういうことなら私が PR 担当になって盛り上げていくわ。どうやってやるんだ？ダンスを踊って CM で視聴率を爆上げするわ。いや、無理だろ。三つ目に紹介するのは、野菜ジュースだぜ。私は野菜が嫌いだから、野菜代わりによく飲んでるわ。確かに手軽に飲めて、しかも美味しいよな。そんな野菜ジュースは、1950年代後半から日本の食品メーカーが、消費者の健康志向に応えるために開発に取り組んだんだな。そんな昔からあるのね。でも、
なんでわざわざ野菜ジュースを作る必要があったの？当時の食卓では、野菜の摂取量が不足しがちで、手軽に野菜の栄養を摂取できる製品が求められていたんだ。なるほどね。でもそれは現代も変わらないわよね。そうだな。でも現代では、野菜ジュースの栄養価に対する消費者の認識が変化してきたんだぜ。どういうこと？つまり現代の消費者は、加工食品に対して添加物や糖分の摂取に対する懸念を抱く人が多くなってきたってわけだな。それとどういう関係があるの？実は野菜ジュースには、保存料や香料などの添加物が含まれていることが多いんだ。それに、野菜ジュースは生の野菜に比べて、ビタミン C や食物繊維が失われることもあるんだぜ。そんな事実があったなんて知らなかったわ。あとは昭和時代に比べて、現代は食品価格が高騰していて、手軽に購入できる価格帯から外れてしまうことが挙げられる。今は物価の高騰がすごいからね。でも野菜ジュースヘビーユーザーの私からしたら、飲まないのは無理だわ。まあでも、栄養価や美味しさが保証されているのは確かだ。でもやっぱり添加物とか気になる人も多そうね。そんな人たちのために、各メーカーは糖分や添加物を極力排除し、よりナチュラルな製品作りに注力しているんだぜ。それはいいわね、より安心して飲めるわ。さらに、ペットボトルや少量用パックなど、様々なライフスタイルに対応した製品の提供も行っているんだ。それならもっと手軽に飲めるわね。私も野菜ジュース飲みまくって健康になるわ。たまには生の野菜も摂るんだぞ。四つ目に紹介するのは、リポビタン D だぞ。ファイトー。一発。このキャッチフレーズは長年にわたって愛され続けているよな。私はやる気を出したい時に言うわ。じゃあ、さっきトイレから聞こえてきた声は霊夢だったのか。そうよ。やっぱり気合を入れてから撮影に臨まないと。じゃあ、リポビタン D を飲んだ方が早いんじゃないか。その手があったか。いや、気づくの遅すぎるだろ。それじゃあリポビタン D について教えてちょうだい。リポビタン D は1962年、昭和37年に大正製薬から発売された日本で初めての栄養ドリンクだ。へぇ、そんなに歴史があるのね。でも、名前の、D って何の意味があるの？デリシャスやダイナミックの頭文字の意味や、開発段階で先行販売していた、タウローゼ C に続く記号的な意味合いがあるんだ。ビタミン D の D だと思ってたわ。確かにそう思う人も多いな。そしてリポビタン D は昭和時代、働き盛りのサラリーマンたちが疲労回復のために愛用していた。飲み応えのある栄養ドリンクとしてみんなガブガブ飲んでいたんだな。なるほどね。でも今でもコンビニとかで絶対置いてあるわよね。本当に人気は落ちているのかしら。確かにコンビニにも売ってるくらいだから、だいたいどこにも売ってるよな。でも最近では多くの新製品や海外ブランドが参入して、栄養ドリンクの選択肢が増えたことで消費者の好みが分散したんだ。確かに、コンビニの栄養ドリンクコーナーにはいろんな種類があるものね。ああ。だから最近ではノンカフェインタイプや低糖タイプなど、健康志向に応じた新製品を投入しているんだぜ。それで人気を取り戻そうとしてるのね。そうなんだ。さらに、スポーツ選手や若年層をターゲットにした、広告キャンペーンも展開しているんだ。昔のイメージを持ちながらも、新しい層にもアピールしているんだぜ。そういうことなら、今度また試してみようかな。みんなもリポビタン D 飲んで、ファイトを、一発、よ。五つ目に紹介するのは、クーだぜ。クーって、クーっていう可愛いマスコットのやつね。あの CM、今でも覚えてるわ。そうだな。クーは初めに九州地方で販売されて、その後日本全体に広がったんだぞ。へぇ、そんなに歴史があるのね。でも、どうしてクーって名前になったの？クーという名前は、飲んだ後のマスコットの、クーって反応から取られたんだ。そのキャラクターは、デコボコフレンズの作者、丸山桃子によってデザインされたんだぜ。デコボコフレンズ懐かしいわね。私はあの卵のキャラクターが好きだったわ。どうしてだ？あのツルツルの頭がいいのよ。いや、失礼だろ。卵だから仕方ないでしょ。でもやっぱりあのクーのキャラクターは、結構売り上げにつながったのかしら。ああ。その爽やかな味わいと可愛らしいマスコットキャラクターで、一躍人気になったんだ。でも最近では低糖無糖の飲料に注目が多くなって、クーの人気が低迷してしまっているな。言われてみれば確かに、最近はあまりあのキャラクター見なくなったわね。それでも、日本コカ・コーラ社はクーブランドの再活性化に向けて、様々な取り組みを行っているんだぞ。例えば、商品のリニューアルで2024年には、クー白ぶどうの再発売が行われたんだ。知ってるわ、これまでドリンクバーとかでしかなかったのよね。そうだな。これに喜ぶ人は結構多かったんだぜ。私はドリンクバーで必ずこれを選ぶわ。でもなかなか売ってないのよね。ああ、それだけ人気ってことだな。いつもドリンクバーでクー飲みすぎて、クーって叫んでるのに、それが家でできないのは寂しいわ。
いや、迷惑だろ。霊夢はペットボトルで買って家で飲むべきだな。6つ目に紹介するのは、スプライトだ。スプライトは1961年昭和37年にコカ・コーラ社が、セブンアップに対抗するために開発されたんだ。スプライトってコカ・コーラだったのね。ああ。スプライトはもともとドイツのコカ・コーラ社が発売した、クリアレモンファンタを元にしているんだぜ。そして名前は、妖精や、精霊を意味して、爽快感を強調するブランドイメージが特徴なんだぞ。そうなのね。私もスプライトみたいに爽やかな妖精になりたいわ。霊夢は妖精というより怪獣だな。ちょっと何言ってるのよ。でも、ネットでも最近スプライトを見かけないって騒がれているわ。ああ、実は日本のスプライトは海外に比べて知名度が低いんだ。それに他の飲料会社の商品が強力な競争相手となっているから、販売が振るわない状況が続いているんだぜ。確かにサイダー系は競合が多いものね。そうだな。一時的に売り上げが伸びた時期もあったんだが、消費者の記憶からすぐに忘れ去られてしまうことが多かったんだ。その結果、売り上げが再び低迷するというサイクルが繰り返されているんだぞ。それは辛いわね。でも他のジュースみたいに、リニューアルも何度か行われたんでしょう。お、感が鋭くなってきたな。スプライトは何度もリニューアルが行われて、その度に味やパッケージが変更されたんだ。特に2023年4月にはスプライトをリニューアルして、強炭酸と新しいレモン&ライムのフレーバーを特徴とした商品を発売したんだぜ。そうなのね。だが、これによりブランドとしての一貫性が失われたことも、低迷の一因なんだぜ。頻繁なリニューアルはブランドイメージの確立を難しくするってわけね。ちょっとやらかしてしまった感じね。ああ。それもあってスプライトは人気回復を目指して、レトロなデザインや地域限定のフレーバーの復刻なども行われているんだ。昔のファンも新しいファンも楽しめるようになってるのね。その通りだ。スプライトの爽やかな味わいと炭酸の刺激は今でも健在だからな。そして7つ目に紹介するのは、オロナミン C だぜ。元気はつらつのやつね。あの小ささがいいのよね。確かに、あの絶妙な大きさがいいよな。そうね。なんだか翼が生えてきそうだわ。それは別企業だ。オロナミン C は1965年昭和40年に大塚製薬から発売されて、オロナイン軟膏のオロナとビタミン C のミン C から来ているんだぞ。それは知らなかったわ。昭和時代には、オロナミン正規や、オロナミンミルクなんかの新しい飲み方の提案もあって、一世を風靡したんだ。ちょっと前にはポカリスエットと組み合わせた、オポロなんてのも流行ったわよね。ああ。現代でも新しい飲み方があって、すごいよな。でも、オロナミン C はエナジードリンク市場の多様化も影響で、人気が落ち着き気味なんだ。これらの対策として、大塚製薬はオロナミン C の再評価と現代的な価値の再定義に努めているぞ。ふむふむ。例えば、SNS を活用したキャンペーンや新しい広告戦略で、若年層をターゲットにしているんだぜ。現代的ね。また、2023年には若手女優の森奈々さんを起用した新 CM を展開して、元気はつらつ、というブランドイメージを再強調しているんだ。それじゃ、オロナミン C も新しい世代にアピールできるわね。みんなもオロナミン C を飲んで元気はつらつよ。八つ目に紹介するのは、ラムネだぞ。ラムネはいいわよね。ちょっと糖分が欲しい時とかに手軽に一粒食べられるし。いや、それはお菓子のラムネだ。今回のはガラス瓶にビー玉が入ってる炭酸飲料のラムネのことだぜ。ああ、そっちのラムネね、ビー玉が入ってるやつか。でも、あれも夏祭りでよく見かけたわね。そうだ、そのラムネだ。昭和時代の日本で広く愛された炭酸飲料なんだ。半数、それはすごいわね。でもビー玉で栓をするなんて発想はユニークよね。ああ、瓶の中の炭酸の圧力を利用して栓をするという仕組みは、まさに日本の文化だよな。あのビー玉をポンって押すのが楽しいのよね。実はこのビー玉ガラスでできているんだ。そうなの。ああ。ビー玉をガラスにすることで圧力変化にも耐えることができて、炭酸を長期間保持するのに最適な素材なんだ。さらにガラスは風味を損なわないで、飲み物の味に影響を与えないっていうメリットもあるな。そこまで考えられているなんて奥が深いわね。でもやっぱり最近は、夏祭りくらいでしか見かけなくなったわね。そうだな。今では多種多様な飲料が登場して、特に若年層にとってラムネは古めかしい存在になってしまったんだな。最近はカラフルなドリンクとかが多いものね。それに加えてガラス瓶の製造コストの高騰や、リサイクル問題も影響しているんだ。環境問題は仕方ないわね。でも、大丈夫だ。最近ではガラス瓶が不足するくらい、ラムネの需要が海外でも急増しているんだぜ。やっぱりラムネは日本の文化そのものね。でも、どうして海外ではそんなに人気なの？
2013年に和食がユネスコ無形文化遺産に登録されたことで、日本のラムネが世界中に知られるようになって人気が出てきたんだ。さらに、海外の YouTuber が紹介したことも人気のきっかけになったんだぜ。それはすごいわね。日本人として誇りに思うわ。そうだな。東南アジアでは年中暑いから常にラムネが売れるし、ヨーロッパではパーティーでお酒を飲めない人がラムネを楽しむんだ。日本のように夏に限らず、年中コンスタントに売れているんだぜ。海外でもラムネが人気なんて嬉しいわね。やっぱりあのビー玉の仕組みが面白いのかしら。そうだな。日本の文化として、ラムネが次世代にも受け継がれるようにみんなも応援しようぜ。9つ目に紹介するのは、ファンタだ。ファンタは1958年昭和33年に日本で初めて発売されて、その歴史はドイツのナチス政権下に遡るぜ。ナチスって、あのヒトラーの。ああ。コカ・コーラのドイツ法人が、第二次世界大戦中に原料不足により開発したのが始まりなんだ。コーラの代替品ってことね。ああ。そしてその名前は、ファンタジーに由来しているんだぜ。なるほどね。ファンタを飲んで夢を見るのかしら。いや、ファンタジーすぎるだろ。当時のドイツの人々に夢を与える飲み物として開発されたんだ。いいエピソードね。日本ではどうだったのかしら。昭和時代の日本では、アイドルの柏原芳恵を起用したテレビ CM も大ヒットしたな。地域限定フレーバーは羨ましいわね。私も飲んでみたかったわ。ファンタグレープは順調な感じがするけど、どうなったのかしら。実は2018年にファンタグレープの味が大幅にリニューアルされたんだが、これに対する消費者の反応があまり良くなかったんだ。やっぱり慣れた味が恋しくなるのかしら。そうだな。そしてファンタも期間限定フレーバーの発売や大手ゲーム会社とのコラボなど、消費者の興味を引くための工夫もしているな。さらに2024年にはファンタグレープとファンタオレンジのフルリニューアルが行われて、より現代に合う味に改善されたんだぜ。今回は評価されるファンタであってほしいわ。そうだな。そして最後に紹介するのは、三ツ矢サイダーだぜ。日本初の炭酸飲料として知られていて、もともとは平野高専の天然炭酸水を利用した、平野水って名前で売られていたんだ。日本初、それはすごいわね。やっぱり日本初だから相当売れたんじゃないの。そうだな。三ツ矢サイダーは戦後の高度経済成長期に、全糖三ツ矢シャンペンサイダーとして販売されて大きな話題となったんだ。砂糖が貴重だった時代に、そんなに甘い飲み物があったなんて贅沢ね。ああ。当時の価格も高級で天ぷらそばが15銭だったのに対して、サイダーは1本23銭とかなり高価だったんだ。それでも人気があったんだぜ。それだけ美味しかったのね。ちなみに三ツ矢サイダーの三ツ矢って何なの？これはかなり昔のエピソードがあるんだ。何かしら？平安時代中期に源の三中という武士が住吉大社にお参りして、矢を放ってその矢が落ちた場所に城を建てよという神託を受けたんだ。神託って、なんだか神秘的ね。それでどうなったの？三中は三本の矢を放ったんだ。そのうちの一つが現在の兵庫県川西市多田に落ちた。そこで彼は城を建て、その地域を治めることにしたんだ。この伝説から、三ツ矢という名前が付けられたんだぜ。なるほど、それで三ツ矢サイダーの名前ができたのね。でも、どうして炭酸飲料になったの？それも面白い話なんだな。饅頭が鷹狩りをしている時に、傷ついた鷹が川の水で傷を治して飛び立つのを見たんだ。この水が平野高専と呼ばれ、特別な力を持つ水として知られるようになったんだな。そしてこの水は炭酸ガスを多く含む天然の炭酸水だったんだ。ふむふむ。それでどうやって三ツ矢サイダーが生まれたの？つまり、明治時代になると、この平野高専の水が、三ツ矢平野水や、三ツ矢炭酸として売られるようになったってわけだ。この伝説の水から作られた炭酸飲料が、後に、三ツ矢サイダーとして知られるようになったんだぜ。そんなすごいエピソードがあるのね。なんだか感動しちゃったわ。でも最近では、健康志向の高まりで、糖分を多く含む炭酸飲料が敬遠されるようになったのも影響しているんだ。なるほど、時代の流れね。でも、三ツ矢サイダーも何か対策してるんでしょ。ああ。糖質やカロリーをゼロにした、三ツ矢サイダーゼロや、特保認定の、三ツ矢サイダー W を展開しているんだ。それなら、健康を気にする人にもアピールできそうね。さらに、過去の人気商品を復刻する戦略も採用しているぞ。2024年には、三ツ矢サイダーシルバーを再販して、中高年層だけでなく若い世代にも新鮮な驚きを提供しているんだぜ。昔の味を再び楽しめるのは嬉しいわね。でも三ツ矢サイダーがそんなに歴史があるなんて驚きだわ。そうだろ、日本の炭酸飲料のパイオニアだからな。それなら私ゼロカロリーのパイオニアになるわ。なれるか。というわけで今回は以上だぜ。最後まで見てくれて、ありがとうな。チャンネル登録やコメントなども、ぜひよろしくお願いします。
それではまたお会いしましょう、だぜ。